どうも皆さんこんばんは。 IFM の N です。集まれ動物の森、多分1週間ぶりぐらいに起動するんですけど、あれから進んでないのでちょっととっとと進めましょう。なんか風光が見えますね。はい、まあ新しくねチャンネル登録された方もいるので、改めて言うんですけど、この島は南半球で作ってる島なので、ちょっとね北半球の方とは時の住み方は同じだわ、季節の住み方が違うみたいです。こんな夜までやってんだ。お、ほら取れた、合ってた。なるほどね、やっぱりこうやって取るんだ。あれだね、新しい家になるところに家具を納品しまくろう。今日はちょっとやり込もうかな。これか、梨のベッド。あ、梨が足りん。梨を提出だ。バードバスが置ける。バードバスを置こう。よし、両方とも揃った。樽を作ろう。あれ、なんだ2号店のことかな。頑張ってます。ベンチブランコを置いて、したらここはもう完了かな。よし、1号店も全部揃った。じゃあラスイチをここに置いて、よし全部揃った。
顔腫れてるけど、全部終わりました。長かった、なんか30分ちょいぐらいかかった気がする。もう終わったよ。ここ日本列島全部が俺の庭だと思ってんだけど、違うの？なんかどうもりでこうやってなんかわざわざ物作ってってやってると、なんかマイクラやりたくなりますよね。いませんかね。ということでね、今日は3つの新しい住宅の家具を全て揃えたということでね、まあ、なんか今日別にそういうのやる気なかったんだけど、なんかやれちゃったんで、で次明日以降、明日がだから多分5月19日以降になっちゃうのか、その次の日以降には新しい住人が誰かしら来ると、誰が来るんでしょうね、またわかんないですけど、で明日を楽しみにして、まあ明日起動するかどうか別として、今回の動画ここまで、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。